ビクラマーディティア。ビクラマーディティアは、インド海軍の航空母艦。ロシア海軍の重航空寿命艦、タベクア、アドミラルゴルシコフを取得し、短距離離陸高速着艦、ストバー方式の航空母艦として改装した艦である。ロシア側では11,430号計画と、呼称されている。艦名は、シバが降臨したとされる、伝説上の巫女の名であり、 グプタチをはじめとするインドの章が合した損傷に由来するビクラマディティア、ビクラマディチャと表記されることもある。インド海軍では1961年にビクラント、QA、ハーキリーズを取得して洋上航空運用能力を獲得した。1971年の第三次インパ戦争ではパキスタンの広報地域への攻撃で空軍基地を無力化して 航空優勢、海上優勢を達成、バングラデシュ独立という戦略目標の達成に大きく貢献し、その有用性を強く印象付けた。このこともあり、1986年には、ビラート、QA、ハーミーズを取得して、空母2隻体制を整備したものの、ビクラントは1945年浸水という老朽艦であり、1990年代後半には、 退役する見込みとなっていた。このことから空母2隻体制維持のため、1989年にはフランスの DCN 社と空母設計の契約を締結した。この際の計画では DCN 社が排水量2万5000トンの小型空母の設計を行い、これを基づいてインド海軍設計局が技術案を作成、高知国営造船所で建造を行い、 1993年に一番艦が寄港され、1997年には収益する予定であった。しかし1991年、インドの主要貿易相手国であるソ連の崩壊と、原油の高騰を引き起こした湾岸戦争の発生により、インドの国際収支威は大きく悪化し、債務のデフォルトに直面することになった。これに伴い、同年、政府の軍事支出委員会は、 予算不足を理由として、この計画を中止して満載1万3000トン級、イタリア海軍、ジュゼッペ・ガリバルディと同規模に縮小するよう要求した。これを受け、海軍は1万7000トンの71型軽空母を提案したが、公式承認には至らなかった。1997年には、予定通り、ビクラントが退役し、空母戦力は、半減を余儀なくされた。 さらに2012年には、ビラートの退役も予定されていたことから、空母戦力維持のため、いわば、ストップギャップとして導入されたのが本艦である。本艦は、元来、ソビエト連邦海軍の1143.4型、重航空巡洋艦として建造をされており、西側諸国では、キエフ急航空母艦の4番艦として知られていた。設計番号の通り、 原型となった1143型、重航空寿命艦、キエフをもとにした発展型で、当時現用の約マイナス 38V、エストール艦上攻撃機の他新型の約マイナス41、後に約マイナス141に解消の運用を想定して、航空層を拡張し、また並走や、 伝送も全体に増強されており、艦隊配備後の1989年に行われた国防省中央観察局の視察では非常に高い評価を受けた。なお1987年に竣工した際には爆雨と命名されていたが、1990年10月4日付でアドミラルフロタソビエツコモソユーザ・ゴルシコフ、ソ連海軍提督、ゴルシコフと改名した。 しかしイトールキの応援者であったドミトリー・ウスチノフ国防省が1984年にセルゲイ・ゴルシコフ総司令官が1985年に死去すると海軍はイトールキへの興味を急速に失っていき約マイナス38は1991年には予備役編入され1992年には除籍されたため本艦は固定翼機の運用能力を失うことになった また1991年のソ連崩壊に伴って海軍の規模は劇的に削減され、本艦の活動も不活発となった。その最中にも約マイナス38の後継となる約マイナス141の運用試験は精力的に進められており、順調に進めば本艦も固定翼機の運用能力を復活できる見込みであったが、同年10月の着艦時事故を受けて、 同期の開発は中止されてしまい、また同年と1993年、1994年には相次いで火災事故が発生した。1995年5月にムルマンスクで行われた第二次世界大戦終戦50周年記念観艦式に参加したのを最後の花道に1995年7月予備役編入された。 これに先駆けた1994年により、ロシア政府は、インド政府と売却交渉を開始していたとされている。売却と改装に関する交渉は難航し、1998年12月には、艦自体は無所譲とする代わりに、修理、近代化改装費用は、インド側負担とする内容で、当時のロシア首相、エフゲニー・プリマコフが、政府艦を覚書に署名するまでこぎつけたが、 具体的な契約額、特に改造費用をめぐり両国の溝は埋まらず、引き続きインドロシア間で交渉が断続的に続けられた。1999年の年明け早々、インドの代表団が本館の視察に訪れ、同年7月には全通飛行艦班を備える航空母艦への改造が決定された。ロシア兵器輸出公社ロソボロンエクスポルトは当初、 2002年11月改装費用を20億ドル、関西機購入費用を7億ドルと見積もっていたが、2004年1月に交わされた契約は、改装費用は、インド側が年出、搭載機、ミグマイナス -29 系統や、その他オプションをロシアから購入するものであった。中古艦とは家改装費用込みで9億ドル台という、価格は破格であるが、 これは前日の通り艦上機をロシアから購入することを承諾し、さらにつまいなす 22M 超音速爆撃機の購入と、アクラ型原子力潜水艦の建造費用を負担しこれをリース導入するという条件をインド側が承諾したのが理由だとされている。改装工事は、セブマシュプレドプリアーチへ、北方機械建造会社、旧代402海軍交渉。 セベロドビンスク市において始まった。3月10日、本館は正式にインド海軍に引き渡され、ビクラマーディティアと改名された。しかしこの際、大型水上艦の建造経験豊富なバルチック造船所、サンクトペテルブルク市ではなく、定時価格は安く、原子力潜水艦の建造経験は豊富だったが、大型水上艦の建造経験には乏しいセブマシュ。 セベロドビンスク氏を選定したことにより、以後の計画にはいくつかの砂鉄を生じることとなった。本館の建造を担当していたニコライエフゾー選手は、ソ連崩壊と共に分離独立したウクライナに、所在していたため、セブマッシュは、詳細な図面を入手できず、独力で算出した工数は、過度に楽観的であり、所要期間、コスと共に予定を超過することが判明した。2008年、 ロシア側は総工費を12億ドル増加する旨、インド側に要求したが、インド側は価格の維持を求め、対立した。以後、工事の難航とともに対立は継続したが、2009年12月、ロシアのドミートリ・メドベージェフ大統領とインドのマンモハン新首相のトップ会談によって打結した。この際の価格は公表されていないが、ロシア側が譲歩して23億ルーブルとなった。 と申されている。以後の改装工事は、おおむね順調に進み、2012年6月より、養生試験が開始された。しかし9月、最大速力試験中に、ボイラー室の中国製耐熱レンガの低品質のために、熱に耐えられず崩落するという事故が発生し、引き渡しが2013年まで遅れると報道された。この問題については、 2012年12月7日に、インドがボイラーへのアスベスト使用に合意したことから、決着シール。養生試験は2013年7月に完了した。2013年11月16日、本会はインド海軍へ正式に引き渡され、11月26日、インドに向けて出港。2014年1月7日、インドのカルワルに到着し、 最終的に2014年6月に収益した。2017年7月10から17日にかけて実施された彦目印合同軍事演習、マラバール2017に参加。海上自衛隊の護衛艦、出雲・サザナミア、アメリカ海軍の原子力空母、ニミッツと、各種訓練をせ。運用予定年数は不明だが、インド海軍は、 セブマシと40年の保守整備契約を締結している。ソ連海軍式の重航空巡洋艦として、建造された本艦を、インド海軍仕様のストバー空母とするにあたっては、大規模な解説系と改装工事が行われた。修理及び改装終了後、航空母艦の排水量は45,500トンになり、最大長は284メートル、最大幅は60メートルとなった。 従来、本艦の指揮官は、モスクワ級以来の KVN-98、64型ボイラーと TV-12 から3型ギアードタービンを採用していた。しかしこのボイラーは重油戦勝式であったことから、インド海軍の平坦システムに適合化するため、軽油に対応した第3世代の KVG-3D に換装されることとなった。これにより、 ガスタービンエンジン間とも燃料が共用化される。KVG3D は KVG-3 ボイラーの改良型であり、圧力 64KGF、C 平方メートル、温度摂取470度、蒸気発生量は毎時100トンの性能を備えており、重量は37.5トンである。従来、シュレーダーとしては、マルスパスターとナトーメイ、スカイウォッチが搭載されており、 バッシブフェイズドアレイ、ペサ式の固定型アンテナ4面は、環境構造物側面に貼り付けられていた。しかしソ連崩壊後に開発が停滞していたことから、インド海軍では、ロシア海軍の1134バイト型大型対戦艦、ケルチで試験を受けていた、旋回式の MR-700、ポドベレゾビク、なお名、フラットスクリーンを選定した。またフクレーダーは、従来、 mr-710m-1 フレガート m1 ナトーメイハーフプレートが搭載されていたのに対し改良型の mr-760 フレガート ma ナトーメイトッププレートに更新された一方ソナーは撤去されているまた従来は重航空巡洋艦として極めて強力な股間兵装を備えていたが 改装に伴って、これらは大幅に、軽装備化された。a k 1 0 0リ0 0 m m 単装速射砲、P-500 艦対艦ミサイル、10連装対戦ドケット砲はすべて撤去された。対艦ミサイル疑惑用の PK-2、カウンターメジャーシステム、ジフ -121 発射機が、前後2箇所に設けられている。固定兵装として、 ロシア製の 30mm ートリングナ a k 6 3 0イスラエルインド共同開発の艦対空ミサイル、バラク -8 を装備する。バラク -8 は32から48発が装備、可能である。しかし、バラク -8 の開発が遅延しそれらを搭載しない、まま収益、2015年に退役した、ゴーダーバリ Q フリゲートの、から AK-630 と、 バラク -1 を転して装備した。バラク -8 は2017年に死者に成功した。本艦の改装で最も大きな比重を占めたのが航空偽装についてのものであった。当初はインド海軍がすでに運用中の BAEC ハリアーを搭載したストブル方式を検討していたが高温多湿のインド洋においては離着艦の挙動がエンジン水力に左右されるストブル機は 性能面の性が大きいことが指摘された。重航空巡洋艦時代に搭載予定であった高性能の約 -141 を搭載機として機体性能を向上させて対処することも検討されたが、こちらは開発未了であったことがネックとなった。このことから、ロシア海軍のアドミラルクズネッツオフと同様、通常のクタール機をスキージャンプ勾配を用いて発艦させて、 アレスティングックによって着艦させる、いわゆる短距離離陸高速着艦、ストバー方式が選択されることになった。本艦では、上部構造物は右舷側に寄せたアイランド型とされ、上艦板は前後に全通していたが、重航空巡洋艦時代、前艦板は艦隊艦ミサイルの巨大な発射塔などで占められており、左舷前方に張り出したアングルドデッキ部のみが、 飛行甲板とされていた。ストバーか階層に伴って閉装が撤去された前、甲板も飛行甲板とされ、これにより本館は全通飛行甲板を備えることになった。前甲板には、傾斜角13.4度のスキージャンプ勾配が設置され、アングルドデッキのチューブからスキージャンプ勾配に向けて、 二箇所のスタートポイントを備えた195メートルの発艦レーンが設定されている。またこれと X 字型に交差する形で、アングルドデッキ上は198メートルの着艦レーンとして、三本のアレスティングワイヤーが設置されている。なおヘリコプターの運用のため、アングルドデッキ上には六箇所の発着スポットが設定されている。その下に一層のギャラリーデッキを置いて、 ハンガーが設けられ、長さ130メートル幅23メートル高さ6.6メートルを確保し、ミグ -29K21 機、ヘリコプター13機の K34 機まで搭載可能ともされている。またこれらを連絡するエレベーターの力量は30トンに増強された。環状戦闘機としては、ロシア海軍で実績のある SU-33 も検討されたが、 大型であるために、甲板の占有面積が多く、また整備も煩雑であることがネックとなった。最終的に、約 -141 と、機体規模が近く、運用容量が類似したミグ -29K、短座及びミグ -29 株、複座が採用された。これは、ソ連海軍での採用を争った際に、SU-33 に敗退した従来モデル、9.31。 ではなく、新世代の陸上機であるミグ -29M1 を元に改めて開発された9.41短座及び9.47複座であり、各機管制レーダーは 19ME、またエンジンも最新仕様の RD-33MK を搭載するなど、ほぼ別物と言えるほどの進化を遂げている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。